国民民主党、国民に直接届く経済対策、5本柱、それぞれ4つで 5×4 の、20個柱がありますけど、大事なのはやっぱり減税ですよ。まず所得税減税、物価上昇で名目賃金が上がっちゃって所得税率が上がる人、これブラケットクリープ対策と言いますが、これちゃんとやります。それからガソリンの当分の間税率、これやめましょう。いい加減に。トリガー条項廃止も引き続き頑張りますけども、そもそももう当分の間税率やめる、これ法律も出しますから。さらには消費税、まあインボイスで皆さん困ってますので、まあインボイスやる必要がなくなるために、もうこれ 5% 一律の消費税にする。まあこうやって国民の皆さんにお金が返る、そして国民の皆さんに還元する、国民の皆さんに直接届く経済対策、今日正式に期間決定して政府に対して申し入れをしたいと思います。頑張ります。